姿勢4式7センチメートル噴心砲は、第二次世界大戦末期に大日本帝国陸軍が製造した対戦車ロケット弾発射機。本砲が使用する噴心先行榴弾に対し、噴心弾を表す一区名称のロ弾と先行榴弾を表す一区名称の多弾を合わせたロタ弾という一区名称が与えられたことから、本砲はロタ砲とも呼ばれる。 ドイツのパンツァーシュレックやアメリカのバズーカに類似した携帯式ロケットランチャーではあるが使用する噴進弾は一般的な翼安定式ではなく底部に空いた6個の穴から斜めに吹き出すロケット噴進による先導安定式で形状も先端に丸みのある旧型の砲弾の弾丸に近いまた発火方式として電気発火式では落撃発式を用いる 1943年4月頃にドイツから潜水艦によってパンツァーシュレックの図面がもたらされたが開発は難航し実戦配備されるのは終戦間際になってからであった。分解された分身砲。方針は全長 1500mm 厚さ 2mm 内径 74.0mm 前方方針と後方方針に分解でき。 背負い具で傾向することにより一人で持ち運ぶことができた。前方方針と後方方針は3個のボルトと超ナットで結合する。前方方針の前方左側に照勢を溶接してある。照準は簡易な固定式で射程50メートルと100メートルの2種の照勢が用意されていた。後方には歩を支える足蓄化と足がついている。足は 開閉式で持ち運ぶときには前方に閉じることができる。また、足タクカには足を固定するへこみが2箇所あるため、足の角度を変えることができ、必要に応じて、高姿勢と低姿勢を取ることができる。後方方針の前端左側に、正門、前端下部に、タク管、その後方に悪波が右に偏った状態で、取り付けてあり、悪波の近辺に引き管がある。管撃発から、 悪波の前へとへしゃげ縄を伸ばしてきた終端であり、これを引くと激発機が作動した。へしゃげ縄は2カ所のへしゃげ縄宅間を通し、悪波の前へ誘導されている。さらに、方針後端の上部には激発機、下部には弾丸止めが付けられている。砲尾には地面との接触で砲が変形、破損するのを防ぐために砲尾宅かが溶接されていた。発射時には、 まず方針交換の激鉄交換を起こし、時空受けの左にある止めネジを締めて、激鉄交換と激鉄とを一体にし、両者が連動して動作するようにする。ついで激鉄交換を前方に倒し、激鉄脱管と噛み合わせて止める。これによって褒美を塞ぐ形になっていた激鉄が、髪型に持ち上がり、激発準備が整うとともに弾薬が装填可能となる。弾尾が、 弾丸止めにかかるまで弾丸を装填して引き艦を引くと引き艦につながったへしゃげ縄を返して激鉄脱艦が激鉄交換を解放する。それに連動して激鉄が激鉄バネの反発力によって落ち、激鉄の先端に固定された激震が爆艦を叩き弾丸を発射する。射撃時には射手は顔と目を保護するため某炎布と防人メガネを装着した。 棒炎布は上部に全長1.28メートルの結び紐がついた長方形の木綿製の布で目の部分が開いており頭部全体を覆えるものだった。足を起こして砲を置き、池と総天守は方針に対してそれぞれ30度の角度を開いて伏せた。池は砲を左側に伏せ、右肩に方向端を乗せて保持、左手で打った右手で悪波を握り、照準した。 狙う箇所は、戦車の全面下部である。使用する玉手は、姿勢4式 7cm 分身、先行榴弾のみで、玉計 72mm、全長 359mm、策約 710g、水深薬 260g、全備弾量 4.08kg だった。新艦は、姿勢4式瞬発新艦、1を弾頭部に装着した。 爆艦は4式点火艦を用いたが、不良のため不発や遅発が多かった。発射すると7本の円筒状推進薬が燃焼して、玉底の6個の穴から25度の角度でガスを噴出し、右方向に扇動しながら飛翔する。創薬の燃焼時間は約0.4秒、初速は秒速100メートル、燃焼完了時のあり速は、 約尾遅く160メートル、回転は毎分1万回、実用射程は200メートルだった。規格60から90度で80ミリメートルの後半を貫通した。命中率は射程100メートルで約6割であり、ロケット弾の常として精度は低かった。発射速度は毎分4から6発だった。本弾薬は1944年度から終戦にかけて、 相模陸軍造兵将で約47,600発製造された。また終戦時に大阪陸軍造兵将平方製造所に完成品約1,600発と半ン品約1,500発があった。姿勢4式7センチメートル分身砲とほぼ同様の構造ながらも玉体を93.5ミ、mm、リメートルに造形し120ミリメートル前後の貫鉄能力を 持たせた姿勢 9cm 分身砲も試作されているが、本格的な生産配備には至らないまま終戦を迎えている。この姿勢 9cm をもとに、日本陸軍の空挺部隊である、低身連隊への配備も想定し、方針長を 1200mm に短縮して、過半性を向上させた姿勢 9cm 空挺対応、分身砲も試作されている。現存する。 本法のうちの一問が、スミソニアン国立航空宇宙博物館、スティーブン・カイ・ユードバー・ハジーセンターにて展示されている。ありがとうございます。